コンチャスクです。そして精神は結びをたどる、続きやっていきます。前回までは主人公の五男のユータが自殺をしようとして、まあ寸前で港と篠田さんが止めたんだけど、でもそれでまだ気を失ってる状態で、今みんなでどういういきさつがあったか話してる最中だね。で、篠田さんの語る、昔の新田おじさんの話が今から始まる感じかな。というわけで見ていきます。新田。物心ついた頃から太陽の下には出られなかった。自由に走り回る兄を羨ましく思ったことがないとは言わない。けれども、星を司る家系に生を受けたことで夜にしか自由を得られない自分を肯定することができたし、この狭い世界では多くを羨む必要もなかった。そうだ。与えられる以上を望んだことはなかった。なのに、欠けていく。兄さんは外へ出て行ってしまう。それでも受け入れた。ずっと何も望んでなんか来なかった。僕には僕が生きられる世界があるだけでよかったのに。どうしてそれさえも失われていくんだろう。まさか兄さんの勝手を許すんですか？物事には終わりがある。必要とされる時を終えてなお生かしていくものでもないわ。これはおばあさんか。僕が必要としています。今すぐに失われるわけではないわ。これ以上の光景がないというだけの。僕が座につく必要はないということだろう。ええ、そうね。お前は自由よ。急に自由を与えられてもな、そりゃ困るわな。自由？自由なんかじゃない。僕はこんな体だ。長くは生きられない。でもそれは先に役目があるから受け入れられた事実だ。それがないなんて、僕はただ終わりを待つだけの。だったらさ、だったらなんかお見合いとかしてさ、ここに誰かここに一緒に住んでくれる彼女募集とかしてさ、で、まあ子供にひっそりどんどん引き継がしていけばいいんじゃないの？で、その子供は健康に生まれれば、まあ別に俺の代で終わらせていいよっつって、その儀式でもやめるっていうのをやればいいじゃん。だこのおばあちゃんもおばあちゃんだよね。こいつがさ、すげえかわいそうな暮らしっていうかさ、体でさ、精神的に結構参ってそうなの、分かってそうなもんだのにさ。新た。終わると分かっている世界がどれだけ恐ろしいか、あなたには分からないんだ。ダメだ。僕が信仰を生かさないと。新た？お前、何を？針を進めます、母さん。上で僕を見守っていて。新た？わ、こいつ絶対殺したべ。針を進めますってことは、お前、母ちゃん殺すってことでしょ。そうでしょう。そうでしょう。嵐。父ちゃんだね。新た？お前、外に出てきて大丈夫なのか？しばらく会わない間に良くなったんだな。兄さん、考え直してほしい。それはできないよ。俺は息子たちを縛りつけたくはないんだ。僕はいいのか？なあ、新た、お前はもっと自由に生きていいんだ。そうだ。一緒に本土に行かないか。母さんに頼んで、もしも信仰自体を終わらせることができれば、双子の運命に怯える必要もない。お前の体ももっと良くなる方法があるかもしれない。自由なんていらない。僕の心が生きていける世界さえあれば十分なんだ。何も望まない。だから取り上げないでくれ。新た、世界なんてお前が思うほど脆いものじゃ。そんなの知らない。頼むから僕の世界を壊さないでくれよ。篠田、いいことを思いついた。終わらせない方法。ちょうど僕は、ほら、生き神だろ。僕は時を閉ざす鍵になれる。僕の世界を守ることができる。
ただそう。あの頃の兄さんなら分かってくれる。僕と同じでこの世界しか知らなかった頃の幼い日々の兄さんならきっと分かってくれる。だからそこまで針を進めよう。そうすればあの頃の兄さんならきっと。ゆうた。終わらないはずだったのにな。終わったのか。世界が消えてなくなってしまう。わかるんだ。だって感じるんだ。座がもう存在していない。そんなの無理だ。僕には耐えられない。世界がないのに存在し続けることなんてできない。時間がって。実感が伴わなければ理解も難しいでしょう。それがあり得ることだと受け止める価値観が必要です。無理に理解なさる必要はないかと。嘘を言っても仕方がないし。正直、やっぱり根っこから信じるのは無理かな。どうしても、するしないじゃなくて、できるできないの問題になってきちゃうし。でも、湊や相馬兄さん、それに雄太が、それを本当のこととして行動してるっていうのは理解できるよ。その、最初に俺たちが全員殺されたとか、それで雄太が新田さんを刺しちゃったとか。実際がどうであれ、少なくとも雄太にとってはそれが事実で、だから飛び降りたんだね。ごめんね。多分俺が世界の常識みたいに口にしてきた言葉が、お前のことをたくさん傷つけてきたんだろうな。でも、それはあくまでも俺にとっての常識、俺にとっての存在するもの、しないものの話だったわけで。どう言ったらいいのかな。大多数にとってないものが、事実としてないとは限らないっていうか、悪魔の証明みたいな、まあ、そういう、いいよもう。なんかそういうの、多分お互い様なんだろうし。まあな、感じ取れちゃう方は感じ取れない方の感覚っていうのがわかんないだろうしな。随分といい雰囲気だな。ちゃちゃ入れんなよ、長男。で、結局お前らが信じてる状況に沿った場合、結局今は何が問題で、何をどうすりゃ解決になんだよ。どう考えても銃をぶっ放す野郎がいることが問題で、安全を確保すればそれが解決だろ。随分と現実的な答えだな。お前が理解できるレベルの問題だけ取り上げてやったんだよ。ねえ、なんで平和的な雰囲気になったのにそういうこと言うわけ？前々から思ってたけど、相馬兄さんって性格悪いでしょ。おうおう、元気そうで何よりだ。何にせよ話し合うんなら6時を過ぎてからでいいだろう。雄太もこの状態。もしもあの時、飛び降りようとした行動がそれだけで死と同義に扱われて神登りが起こったとして、万が一にもすでに牢獄が失せたのだとしても、話はその真意を確認してからだ。なあ、話の腰を折って悪いんだが、焦げ臭い。え？そう言われればそんな気も。え、まさかとは思うけど。やりやがったな、あのおっさん。熱っ。やろう、火つけやがったのか。火元は1階か。階段を使うのはまずいな。まったく大胆なことをしてくれる。お前ら、その辺の部屋からシーツ集めてこい。窓から出る。篠田さん、そっちは危ないって。お気遣いなく新田様を探しに行きます。でも、あの人が火をつけたんだろ。それでも助けに行くの？なんでだよ。俺、あなたがわからない。あの時も、父さんの時も、そうだった。なんで？
自分でも分かりませんが、結局は情なのかもしれません。嵐様のあの時、頭の中では傷と出血量、状況からより可能性の高い救命を選択したつもりで、でもいざなぜと問われると情を否定することができない。だったら突き通します。あなた方の父上を見捨てたのも同然のあの選択、それを私なりに突き通す。私なりのけじめとして、情が突き動かすままにどうしようもないあの人を探しに行きます。死んじゃうかもしれない。結果は分かりませんよ。私には先を見る力なんてありませんから。だから先が見えない人間は望む結果を目指して進むんです。そんなの自分のことを考えてよ。死んだらどうにもならないだろ。もっとちゃんとあなたの人生を今望むままに。え？望むままに選び取る。自分で選んだ道なら、至るのはどんな形でも自分が勝ち取った結末だ。僕はそれを人生の勝利だと思う。なんて思ったもん勝ちですよ。行かせてください。いいんです、この手を離してください。港さん、突き飛ばすような無礼まで重ねたくはないんです。複雑な思いも終わりでしょうに、私のことを考えてくださったこと、純粋に嬉しく思います。ありがとうございます。死ぬ気や、篠田。港、行くぞ。俺らは俺らで自分のことを考えて動くんだ。うん。脱出できたのか？薄らぼんやりとした光の向こうに誰かが座っている。これはさ、さっきのさ、隠しゾーンの一番下にある座を模したところなのか、それとも本当の神の世界の座なのか。ユータ、ユータ、相変わらずお前はぼんやりしているな。でもよく来たな。お前がここに来るのを待っていたよ。これは神の世界の座っぽいな。懐かしい声だ。父親かな。嵐とは言っても来てほしくない気持ちもあったけどな。父さんだ。大変な思いをさせてしまったな。新たがひどいことをした。追い込んだのは俺だ。ごめんな、ユータ。お前は他人の気持ちに敏感だから、きっとあいつの辛さも分かってしまったんだろう。あいつが抱えている不安の大きさを俺も同じように感じ取れていたら、それはそれで違う結末を見つけられたのかもしれないな。おう、ユータの顔が初めてはっきりと見えたな。確かにそっくりだな。父さん、今思ったんだけどさ、新たおじさんがさ、兄弟皆殺しにした後こいつだけ残してさ、こいつにナイフを渡したじゃん。それってこいつが父親の嵐にめちゃくちゃそっくりだったからっていうのがあるのかな。でしかもこの子供の頃の嵐は分かってくれるはずだみたいな。だからつまり子供の頃の嵐に自分を分かってほしかったのかもな。父さんがいる。光を囲うようにして並んだ12の座、その一つに腰掛けている父さんは目を閉じて少し黙り込んだ。ユータ、人はそれぞれその人にとっての世界ってものを持っている。お前に見えているもの、港に見えているもの、みゆきに、ゆずるに、相馬に見えているもの、それは全部違うんだ。お前の目を通して見えるものや聞こえるもの、感じ取れるもの、お前という中心点から見渡した世界はお前自身にしか見えはしない。
でもこの場所ではいろんなものがよく見える。あらゆる場所、あらゆる時間。ただ事実として起こったすべて。この先に起こっていくすべて。かつては人々を救うため、この景色を見る目が必要とされていたんだろうが、人が一人、ただ自分の人生を歩んでいく上では、そんなもの必要ない。人の気持ちを理解することは確かに大事だ。だが必ずしもそれぞれの世界を完全に共有する必要なんてない。一人一人信じているもの、見えているもの、違うのは当たり前だ。それでも理解すること、理解しようとすること、それがきっと人として生きていく人生の醍醐味ってものだろ。だから雄太、父さんと一緒に座を降りようか。それでお前たちを閉じ込めていたもの、それ自体をなくしてしまおう。僕たちを閉じ込めていたものをなくしてしまう。父さんがあっさりと言ってのけた言葉に、僕はついほうけてしまった。父さんはそんな僕を見て、いつも通りの笑顔で続ける。神と神の子。順に務める神の任。そもそも最初の一人が作り上げたシステムなんだ。だったら、やめたと放り投げるのも、同じ立場に立った神様の特権さ。そして今は、お前と、少しばかり父さんが神様だ。だから俺たちで決めていい。自分勝手にな。俺たちで終わりにできる。父さんと一緒だ。怖くないだろ。これでゆうたが、続けたいとか言ったら困るな。せーのでと言って。僕は父さんと一緒に立ち上がった。終わりはあっけない。僕は何もなくなってしまった空間に父さんの姿だけを捉えて、真っ暗闇で身をすくめた。ほら、これでおしまい。ここまで登ってきてしまえば、実はとても簡単なことだったんだ。あとは帰るまでがなんとやらだ。どうにもこういう界隈ではどこかへ向かうことよりも引き返すということの方がよほど難しいものなんだが、お前は魚座の子だから、その心配はいらないな。母さんもそれを信じてくれたんだろう。父さんの言う意味がよくわからない。魚座ってなんかそんな特別な何かがあんの？僕がつい首をかしげると、父さんは僕の右腕を指さした。おう。赤い糸？魚座はな、母と子がはぐれることがないよう、互いの尾を紐で結んだ星座なんだ。へえ、母さんが結んでくれただろ。大丈夫、それをたどればはぐれやしない。糸をたぐって帰りなさい、ユータ。これはタイトルだぜ。たどっていけば母さんのもとへたどり着ける。必ず帰れるさ。お前はそういう星のもとに生まれたんだ。いや、そんなシステムはもう捨て去ってしまったけれど、そう願って名付けたんだ。俺と水木がお前に最初に与えたつながりという贈り物だよ。僕は父さんの言葉にうなずいて、糸をたどって暗闇の中を歩いた。お嬢さん、お嬢さん。あら、私ですか？ああ、あんただよ。何か辛いことでもあったのかい？もう随分と長い間、波止場に立っているだろう。あまり、ぶしつけに聞くことでもないのかもしれないが、その、いつかあんたが飛び込むんじゃないかと、あそこの売店のばあさんたちも気が気じゃなくてな。何があったかは知らんが、せめて中に入らんかね。あらまあ、ご心配をおかけしてしまって。でも大丈夫、息子を待っているだけなんです。息子さんかい？ええ。辛いことは
確かにあったんですけれどね、つい最近夫に先立たれてしまって。そうかい、あんたもまだ若いだろうに大変だったね。ええ、でも息子が5人もいますから、案外強くいられるものですよ。おや5人も、それは賑やかそうだね。うふふ、どうでしょう、5人もいるとギスギスしちゃうところもあるみたいで。でもみんな別々の人間ですもの、そういうものですよね。好きなところ、嫌いなところ、合うところ、合わないところ、噛み合ったり噛み合わなかったり、でもいいんです。どんな関係でも、どんな距離感でも、バラバラでもいいの。それでも一つだけ、ただいまと帰ってこられる同じ場所があるのなら、ただ一つの場所だけ確かに共有できているのなら、家族ってそれでいいんです。だから私、ここでただいまを言うのを待ってるんです。この母ちゃんのセリフも、聞く人が聞いたらちょっとやべえやっちゃなって感じしちゃうけどな。ああ、そうだった、まだ火事起きてる最中だった。暑い、ちょっと待って、喉枯れてきたんで。いいところだけど、今回はこの辺で終わろうと思います。次回多分最終回かな、そんな感じがするな。というわけで続きはまた今度。それじゃまたね、バイバイ。